はようございます。お食事をお持ちしました。ドクター？おはようございます。何かお疲れのご様子ですね。そういえば、そろそろ1週間ですね。私もそうでした。わけもない不安と焦燥。ちょうど最初の1週間が過ぎた頃です。睡眠不足がひどくて、精神的にかなり落ち込みました。でもちょっとしたきっかけですぐに慣れました。1日だけお休みをいただいて、ずっとぼんやりしてたんです。海を見たり、森を散歩したり。今から思えば、自分の中の時間とこの島の時間が、その一日で折り合いがついたんだと思います。次の日からはあまり辛くなくなりました。あんなにもうダメって思ったのに。不思議ですね、人間の心って。ドクターも一日くらい羽目を外してみたらどうでしょう。言われてみればそうですね。では朝食の支度をいたします。ナポリ風パスタをご用意しました。ミレイに聞いたら、これが一番日本でメジャーなイタリア料理とのことでしたので。お待たせしました。どうぞお召し上がりください。どうしました？お邪魔でしたら言ってくだされば退出しますが。気がつきませんでした。そのようなことを希望される方は初めてです。わかりました。ドクターがそうお望みなら。
いでしょうか。ドクター、もしかして緊張されてます？そうですね、失礼いたしました。私もカフェをいただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。なんかこういうのってすごく久しぶりです。刺激的な人ですね。あなたのことです。子供みたいに何も考えずに行動しているかと思えば、思慮深く慎重な面もある。それにあなたと話していると時々自分の凝り固まった常識が崩れて思いがけない発見をしたりするのです。今もそんな感じです。ドクターは私を一人の女性として見てたのですね。知ってますか、ドクター。メイド服とカチューシャには魔法がかけられていることを。人と人の間に階級を生み出す魔法です。日本にはそういった例はないのでしょうか。シャーマンですね。発想としては近いと思います。私たちにとって正当なメイドはそういうものなのです。だからどなたも一緒のテーブルで食事をしようなどと考えもしなかった。お客様にとってメイドは自分たちとは別の人間ですから。でもあなたはそうは思わなかったのですね。あなたが私を女性として見てくれてとても嬉しかったです。メイドのお仕事が長いせいで自分でももうすっかり忘れてました。ですがこういうのはこれだけにしてください。もしあなたが日本で巫女さんが西洋人に口説かれてるのを見たらどう思うでしょう。私はこの服を着ている限りメイドなのです。この仕事で報酬を得ている以上、職業には忠実でありたいと思っています。それが正しいことだと思いませんか。プライベートは別問題です。明日ですね。専属メイドの指名です。もしお聞きになりたいのなら私のご主人様として聞いてください。そうしたら包み隠さずお話しします。メイドはご主人様だけに忠実な職業ですから。
の。真面目な顔で変なこと考えないでください。殿方の考えることなど大体わかります。もちろんドクターはそんな方じゃないと信じてますから。すみません、ほこりっぽいんじゃないですか。はい、祭壇のすす払いを。ジェーンが忙しいので代わりに引き受けました。ディアナにここを任せるわけにはいきません。気遣いありがとうございます。
クター、休憩を取らせていただいてます。私が休んではいけませんか。でも何も出ませんよ。ありがとうございますね。そうだわ、せっかくドクターもおられるわけだし、どうです、一回お相手してもらえませんか。これです、これ。ご一緒していただけますか。ドクター、ドクターどうしたんですか。挙動が変ですよ。ですか。それではハンディをお付けした方がいいかしら。本当によろしいのですか。後で泣きついてきても知りませんよ。わかりました。それでは参りましょう。ブレイクは私からでよろしいですか。一番最初にやるショットをブレイクショットというのです。ご存じないのですか。本来なら順番を決める方法があるのですが、今回は面白い余興をお見せしようかと思います。百聞は一見にしかずです。見ていてくださいね。それでは5678番の玉を落として差し上げます。できないと思うわけですね。それでは奇跡をお見せいたしましょう。
久々にやったので緊張しました。ドクター、ドクターどうかなさいましたか。そんなに驚いていただけるとこっちとしてもやった甲斐がありますわ。皆様そうおっしゃって勝負してくださらないのです。非常に残念ですわ。思わないのですが、私の腕前は普通ではないのでしょうか。そんなに褒められるとなんだか恥ずかしいです。久々にやったので汗をかいてしまいましたわ。失礼して髪を解いてもよろしいでしょうか。それでは失礼させていただきます。仕事をするわけにはまいりませんので、他のメイドたちも祝いているでしょう。そういう理由なんです。喉乾きませんか。少し動いたのでなんだか乾いてしまいました。何かお飲みになりません？紅茶でよろしいですか？かしこまりました。それでは失礼させていただきます。Thank you.
いてくる。ひどくないですけど、まだ少し。
ょうか。私からお誘いしたのにこんなことになってしまって本当に申し訳ありませんでした。会長のお孫さんです。可愛らしいお方ですよ。申し訳ありませんが、電話の場所は秘密です。お料理が冷めてしまいますからね。
Thank you.